せっかくやっつけたのにな。しょうがないだろ。俺はお前なんだから。何言ったって、何したって何も変わらない。お前、先生は何でも正しいって思ってるのか。大人はいつも正しくて、間違ったことをするのは子供だけなのか。自分の頭で考えろ。自分の心でちゃんと見ろ。お前自身の力で戦え。恋人かな。美人だね。とことんムカつくやつだな。焼きもちか。お前が焼いてるんだ。持ってけ。何にします？注文。はい。カフェオレ。カフェオレだって。カフェオレ一つお願いします。なんか大人になったみたいな。いいから中を開けてみろ。幸せそうだな。そんな幸せぶっ潰してやれ。二度とあの笑顔ができないようにしてやるんだ。
スが最後に何を置いたのか見えたか。ええ、鍵を置いたんだ。あれを使って部屋に入れ。ダメだよ。遅父さん、なんだこんな遅くまで。どこ行ってたんだ。別に。どうした、友達と喧嘩でもしたのか。